後代記は天皇一代ごとに主要事項を列挙した年代記またその総称。同名遺書、異名類書が多い。一般によく知られている群書類十本は、人代から御縁友天皇の攻略二年までの記事を収める。おおよそ各天皇ごとに、意味な、父母は離中し、在位年数と誕生から即位に至る間の略歴を、記し、ついでに、 知性中の元号とその年数を列記して、改元年月日と改元理由を中止、その元号中の事項その他を挙げ、最後に、未婚女、公費を列記し、また首書として、歳、仏家、仏事、乱章などが加えられている。五田天皇の代に一応成立し、以後数字にわたる、書き継ぎを経たものであり、陽明文古本は、これと同系統の写本であるという。 宮内庁書領部蔵の鴨モ客本は、神代から昇降天皇まで、及び南御門として、五代五、五村上、長京天皇の記事を収める。天皇記のみの簡略な記事で、作語や語達も少なくないが、昇号の暴君や南朝関係記事において、貴重な書展がある。本社本は、欧米五年以前に厳選されたものに、昇降天皇まで書き継いだ本を、 別になった南三角と合わせて書写したもので古典保存会による複製本がある。また、春日若宮の七鳥家本は王徳元年後代記、変年残編とも呼ばれ、三条天皇の皇族府から白川天皇までの記事を収める。白川天皇代の末年に成立した本であり、現存最古の年代記としても知られている。内容は天皇記、 皇族府であるが、後一条天皇上には漢人元年から上元九年までの小読み記が含まれ、ことに平忠常の乱に関する独自の書伝がある。本国が続々軍書類中に収録される。以上のほか、鎌倉末期の一大妖期をはじめ、高代歴、高年代略期、十三代要略など、多くの類書が中世に編まれたが、五皇言天皇代に成立した。 帝王変年期は、広大期の集大成とも言うべきものである。なお、天皇期を標目とした自社の年代期を、広大期と呼ぶこともあり、岩清水、八幡宮や神宮文庫の所蔵本がそれである。ありがとうございます。